Hi, everyone. This is Toki. こちらの映像、アメリカの首都ワシントン DC です。2024年11月26日の上空だそうです。キラキラ光って UFO、UFO がたくさん飛んできてるように見えるんですよね。あ、とっとアメリカの首都ワシントン DC に UFO がたくさん飛んできてるんだって思うんですけれども、多くの人はこれを見て、このカメラを構えている、このカメラのリフレクション、 その反射してるんだと、光が。反射してるんだっていう人の方が多いんですけれども、陶器はいやいや、これは UFO だって思ってるんですね。X でこの映像流れてきてるんですけれども、その陶器をフォローしてくださってる中のお一人も指摘していました。この、この映像ありますよと。これはですね、アメリカの首都っていうこともあるんですけれども、いや、すごいなと思うんですよね。これは1952年にもあったんですね。アメリカの首都ワシントン DC の上空に。 UFO が繰り返し現れて、数週間にわたってアメリカ全土がパニックになったという記録が残っています。それは一日だけ出てきたんじゃなくって、日を追いでまた出てきてるんですよね。それでパイロットのみならず、たくさんの人がそれを目撃してるわけです。でも、空軍が必死になって記者会見を開き、気象条件によっては、何かこの気象条件によっては空気の層の中で光が反射することがあって、 それですって言ってるんですよね。1952年っていうのは、ベイソースを冷戦時代っていうこともあって、密かにアメリカ空軍で、プロジェクトブルーブックが開かれていた時代なんです。プロジェクトブルーブックっていうのは、秘密裏に UFO を調査していた、研究していたチームなんですね。それで大統領がそのチームを呼びました。これは UFO なのか何なのかと。で、そうするとですね、うまく答えられなかったそうです。 大統領の質問に答えることができず、空軍はびっくりして、慌てて記者会見を開き、とにかく人々のパニックを沈めることに、まあ、重要な、この自分たちの気持ちを全部そこに持ってって、UFO がなんだとか、これが UFO かどうかは分からないから、とにかくこれは気象条件が重なって、たまたま光ってるだけですよっていうことを言ったんです。なんでこんな記者会見開いたかっていうとその DC の アメリカのワシントン DC っていう首都のみならず、アメリカの全米ずつ裏裏の地方の新聞が取り上げたんですって、これ。まあ、ちょうどもう戦争が終わって7年目になってるので、だいぶ人々が日常生活を取り戻していった。それで人々は話題に飢えていたわけです。UFO が来たんであれば、これはすごいと。で、この時、あの大統領はなんとアインシュタインにも相談したっていう、 噂が残っています。本当に相談したかどうかわからないんですけれども、アインシュタインっていうのは宇宙人の死体、宇宙人の遺体も見たことがあるっていう噂が残ってるぐらいの人なんですけれども、これはですね、空飛ぶ円盤が目撃されたっていう報告がたくさん、このワシントン DC の時にあったとは言われてるんですけれども、さらにレーダーにも引っかかってるんですよね。それで今よりも昔は新聞記者も誇りを持って食いついていたので、 実は空軍は、ジェット戦闘機に24時間、空飛ぶ円盤、UFO に対する警戒を維持するよう命令していたことも明らかにしています。この記者が粘ってですね、その秘密をですね、ブルーブック、プロジェクトブルーブックっていうのは秘密なので、その人々は、その当時人々はわからないんですけれども、記者は感づいていたわけです。そこから漏れてきた情報により、ジェット戦闘機がアメリカ各地で戦闘態勢を取っていたそうです。 アメリカ空軍が秘密裏に動かしていたプロジェクトブルーブック UFO 調査室なんですけれども、なんと22年もの長きにわたって行われていたんです。アメリカ空軍は1947年から1969年までブルーブック計画、このプロジェクトブルーブックを行っていたということが今はわかっています。つまり1947年始まった当初はローズウェル UFO 墜落事件が起きた年です。 そして1969年終わった年はアメリカのアポロ11号が月に降り立った年です。ロズウェル事件から月の月面ランディングまでこの22年間かけて空軍はブルーブックをやっていたんですけれどもなんと本部がアメリカのオハイオ州にありますライトパッターソン空軍基地なんですね。つまり UFO や宇宙人を回収したというお話の中によく出てくる基地の名前で ライトパターソン空軍基地っていうのがあるんですけれども、こちらにプロジェクトブルーブックの本部があったそうです。それで、1969年12月17日、この時に終わったんですけれども、月面着陸は、月への月面着陸はこの年、1969年の7月20日だったと思いますので、それを無事に見届けてから終わったことになります。で、その後何もしてないよって軍は言ってたんですけども、実はその後も細々と違う名前になって、 今も続いていることが分かっています。今はペンタゴンがそれを全て引き継いでいるんですけれども。この22年の間に UFO の目撃情報というのが12,618件あったと。まあ、空軍がこれは UFO に近いなと思ったものが12,618件。そのうちの701件が未だ未確認のままだそうです。だから全く分からない。調査したけれども光の反射でもなければ 星を見間違えたわけでもないみたいなものが701件もあったまま終わってるんですね。また少しずつ世の中が動き出してるのかなと思ったりするんですね。次期大統領のトランプさんが就任して、まあ、UFO に触れてくれたらいいんですけれども、今いろんな国に喧嘩を吹っかけてきて関税かけるぞとかてやってるので、もしかしたらその UFO は後回しになるのかなと思ったりしてですね。だけれども UFO はトランプさんに いや、俺たちもいるぞ、ということを、姿を見せに来たのかなと思ったりもするんですけれども、そしてあの、ロスチャイルド家、ロスチャイルド一族の一人がお亡くなりになったということで、これも本当に1日2日前なんですけれども、カリフォルニアにお住まいだったお一人、ロスチャイルド家もたくさんいらっしゃいますので、その人の一人がですね、あの、火災、火事が起きてお亡くなりになってるんですよね。で、これ、一生懸命調べてみたら、 どんどんいろんな事件が絡み合っていて、まあ、この人に直接絡んでるわけではないと思いますし、本当に亡くなったのがこの人かどうかも、実は表に出てきてないんですよね。ロッシャルドっていう名前聞くだけで身構えてしまうんですけれども、その、有名な場所にお住まいだった、もちろんその芸能人がたくさんカリフォルニア州には住んでますので、ハリウッドがありますからね。だから そうかなと思うんですけれども、うーん。これはですね、もしかしたらセカンドチャンネルで、まあしばらく後にお話できたらいいかなって思う、まあお話が今出てきてるんですね。まあお楽しみにしていただければと思いますけれども、まあロシアルの,の方が、まあ火事で、もう家、住んでた家が火事になって突然、で中から遺体が一体出てきてると。最近本当に昨日、おととい、日本の国会議員の方、井口議員の自宅、マンション、屋上の なぜか突然火事になって、中からかわいそうに旦那さんと娘さん二人のうちの一人が、まあ、お亡くなりになっているということで、いやーかわいそうですね。本当に安らかにと思いますけれども、きな臭いですね。あちらこちらで、こう結構目立つ人がやられてるということになるのかなと思ったりするんですけれども、どうなんでしょうか。今回はセカンドチャンネルの方には、トランプさんを取り巻くイーロンマスク対マーク・ザッカーバーグの戦いみたいな、 変な場外乱闘が起きていてちょっと面白いなと思うのでそれを取り上げてちょっとだけまあセカンドチャンネルにもこの後上げてみたいと思います。それではトーキーでした。おやすみなさい。